はい、というわけで今ですね、夜の10時半の梅田に来ているんですけれども、はい、あの後ろの方でですね、あのちょっともうすごい、ちょっと見られてると。まあ、ここで、まあ、ひよってるところ見せてらんねえと。はい、思うんで、じゃあピロマンも自分からも言ってこいよ。これでもし私のファンじゃなかった時これやばいですよね。いや私のファンって全員知ってるわけだから。いやいやそれ分かんないですよ。写真撮りましょうかって言ってこいって思います。これあそこに入るの結構最初はグーじゃんけん。はい、ひよひよ行きますか。じゃ あどうぞどうぞ。ひよひよピロマルがファンみたい。お前がファンみたいになってるやん。絶対ファンじゃない。待って待って。あお前がファンみたいになっとるやん。どうだろう。え、ここら辺かな。スクランブルじゃないんですけど。はい、まだ。あ、すげえ、いい感じ。女子会になってる。女子会になってる今。でも友達と合流できた女の子みたいになってる。ちゃんと。いいなあ。あ、ひろまるが写真撮る係ね。あー、それ需要あるんか。それいいですね。楽しそうでね。ほんまにね。なんだじゃあ僕も写真撮ってほしい。そうです。はい、どうも。やばいマジっすか。ありがとうございます。反対俺のもんじゃないけど。ありがとうございます。すげえ、もんちゃんで、もうすごいよ。でも、ちゃんと女子大生みたいな、ちゃんと女子大生、知ってる女子大生に会いました。全員、もう全員じゃないけど、もんちゃん持ってね。えらい、もう素晴らしい。ちゃんと席前果たしてる。確かに。あ、広まるのあるけどな、お前。久しぶりにファンミっぽいものをしましたね。あ、大丈夫です。ファンなんですけど。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。こういう感じの。全然大丈夫ですよ。いいですか。全然大丈夫ですよ。ずっと見てて。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。光栄です。面白いです。いい感じ、いいっすね。その、僕も真似したいです。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ続きやりましょう。はい。さて始まりました。ホエーのスマブラ対決第1回戦です。おりゃーゲーム中喋らへんねんけど。あ、今ねめっちゃ狙われてるタッツーさんに。やばい、ミスター。やばいやばい、ミスターまだなんか変な。あら、また落ちミスしてる。さて、みんなの真剣な表情を撮っていきましょう。近いねん。おりゃー、あ、俺がやられとるやないか。モナくんの持ちからはスネープ、花尾さんは小村光っていう。小村光。長。サレルがピカチュウ。タッツは何のキャラこれ？ゼロスサムス。サムス。サムスじゃないですよ。ゼロスサムス。ゼロスサムス。初めて聞いた。う。ミスター。ちょっとほんま俺喋れへんからな今。もうごめんやけど。何も期待しんとで今。あ、やばいやばい。こんなちっちゃいリモコンで。やめろやめろ。あー、くそ、取れてた。やめろやめろ。おりゃー、やめてくれ。うわーしゃーべおりゃー。おっしゃー。え、そう、マジ上でやったから、画面内に和賀くんがだって、一回僕から落ちミスした。また落ちミスした。うわっ。さて、残るはどなたになるんでしょうか。皆さん、一回勝負ですからね。おタイムは途中経過を見るとサル強い。あれ嘘。え、何したタッツ
いや、死にました。まさか、嘘、優勝候補のタッツがここで、なんか脱落、ね、なんてこと。タッツは聞くところによると、うん、オンライン体制でめちゃめちゃ強いらしいです。もう そんなに強くないっすよ。いやいやいや、まあ、確かにタッツさん結構前、僕が2回ぐらい殺したかなって感じ。あなた強い。じゃあトーナメントしますね。そう、強い。されると花が一騎打ちです。おら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 大阪最大級レンガと遊ぶテーマパーク、大阪大学東詰め、レンガ王国。よ、はい、どうもこんにちは、みさみさです。そっちにメンバーのみんながいるんですけど、まあ、こういう風にしてね、カメラを構えたらみんな何分で気づくのかっていう企画をやっていきたいと思います。よし、やるぞ。タレルさん1分35秒でした。全然気づかへんなと思って、ずっと回してて、ここでこうやって、でも全然気づかへんかったわ。でも面白いなこれ。四角に入っとったんかな。え、気づかんかった。うん、そう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 。つまらないなと目を届けてみても、楽しむこと。プロスピーカーですか。早かったですか。早かったですか。遅かった。6分35秒いや、そりゃさ、だって動画見てたらさ。いや、私もうめっちゃ不審なことしてて、ね、ずっとさ、こういうところにさ、こうやって立ったりさ。いや、そりゃ真面目に見るでしょ、動画。やっぱ仕事ですから。いやー、仕事ですから。集中力すごかったね。あ、逆に。うん、逆に。え、どう、
俺悪い？いや、別に悪いってか、なんか別にいいやん。なんでそんななんか悔しがってさ、なんか本気でなんか言い訳してんのか思ったいや、なんかだってすっごいバカにしてる私こんなしてるんけかもって。え、撮ってみて、私さ、ここ興味ない、こんな顔して興味ない、興味ない。え、もう俺も気づかんかったマジで。ちょっと、ミサさん生命力ないじゃないですか。いや、いい顔撮れた、みんなのびっくりする顔。ようやくの何が面白かったって、ずっとなんか動画見ながらニヤニヤ笑ってるところいいじゃん、いいよ。みんなこういう顔して見てんだ。お前、画面の前のお前、今お前そういう顔してるから別に、そんな思んないけどな。別に、別にそんな思んないけどな。人が見たらやっぱ面白い、なんか幸せな気持ちになるな。あ、笑ってはるわって、よかった。